ドジャースの大谷翔平選手が1番 DH デフル出場。4打数無安打に三振と今月11試合で5度目の無安打に終わった。第2打席では右翼ポールサイエ弾丸ライナーを放つも惜しくもファウルに終わった。9月はこれで44打数11安打で打率253本塁打6打点。初回の第1打席は 相手先発のルーキー右牛で、シュエレンバックが投じた2の1からの4玉目の速球に詰まらされて平凡な中飛に倒れた。3回の第2打席では、相手先発のルーキー右牛で、シュエレンバックの投じた初球、内角へのカーブをフルスイング。打球は弾丸ライナーとなって右翼ポール際へ、大谷も覗き込むようにして、打球の行方を見守ったが、右翼ポールの右側で弾み、 自己最多の48号とはならなかった。この後、0の2と追い込まれ、3玉目の外角低めへと落ちるスプリットに大谷のバットは空を切った。5回の第3打席は2玉目の甘く入った変化球を叩いたが、左翼へのフライに終わった。8回の第4打席はフルカウントから高めのボール球となる153キロ速球に空振り三振に倒れた。大谷はこの日、 出塁できずに、盗塁の数を伸ばすこともできなかった。チームはルーキー右腕のランドンナック投手が先発するも、2回を2飛弾を含む7安打5失点で KO された。打線は4回に3点差に迫ったものの、5回以降はブレーブス投手陣に1安打に抑え込まれて乾杯した。